簡単に小笠原の紹介を最初にさせていただきまして、その後基本体というものを少しして、そして食事作法に入っていきたいというふうに思います。一般の方へと門戸を開くようになっていきます。割り箸というのは、これもよく質問をされることですが、どうやって割りますかと、なぜそういう差が出るのかと、つまり食事作法というのは手順を覚えることに意味があるわけではありません。そうではなく、手はあくまでも体の影であると。腰を曲げていけば自然と手というのは前へと下がっていくんだと。世の中というのは知の教養、知識を得ることが今は主流になっているかと思いますが、我々はあくまでも行動の教養を重要視しています。ですので